パコロカは代表作である、シワの作者で知られる、スペインの漫画家である。1969年、スペイン・バレンシアの中流家庭に生まれる。子供の頃から漫画に慣れ親しんでおり、ベルギーの淡々の冒険、フランスのアステリックスといった海外漫画を読んでいた。特にアメリカの漫画家、フランク・ミラーの作品、バットマン、ダークナイト・リターンズに衝撃を受けており、 これが彼を絵の道に進ませるきっかけとなる。地元の美術商業学校でグラフィックデザインを学び、1989年に卒業。当初はイラストレーターとして広告のイラストレーションを手掛ける仕事をしていたが、1990年代になるとイラストレーターの仕事では生活していけないと悟り漫画家へと転身。1994年。 成人向き漫画雑誌キスコミックスにて表紙へと短編作品をいくつか発表する。2004年にスペイン内戦をテーマにした東大、ついで2007年に認知症をテーマにしたシワを発表する。シワについてはスペインで出版してもらえるところが見つからなかったため、最初はフランスで出版されることになったが、これが話題となり、ヨーロッパ中に人気が拡大。 翌2008年には同作品がスペインの国民漫画賞を受賞し一躍人気漫画家の仲間入りを果たした。2011年にはスペイン本国でシワガアニメーション映画化。同年漫画家の冬がバルセロナ国際漫画祭の最優秀原作賞を受賞し、2012年にはシワガ文化庁メディア芸術祭漫画部門において優秀賞を受賞した。 ABC パコロカ、詩は干末インタビュー170ページ。ABCD、初めての人のためのバンドデシネ徹底ガイド138ページ。日本では、三鷹の森ジブリ美術館にて、ライブラリー作品として上映された。ありがとうございます。